円形校舎円形校舎とは、路ンだとなっている学校の校舎である。1950年代に多数建設され、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に、北海道から、鹿児島県まで広く分布している。円形校舎の教室源、円形劇場倉吉、フィギュアミュージアムで再現されたもの、最も経済的に作ることを信念とする建築家の坂本加納が考案した。 廊下や壁、建設費用、建築面積などが軽減される特徴がマスメディアに取り上げられて注目を浴び、私立山崎学園富士見中、高等学校で、春工時は日本や外国の報道機関がヘリコプターで上空から取材するなどした。風光の出入りが良く、教室は、線形で教員と生徒の距離が近く教員は全体を見渡せる利点がある。 直径30メートルほどの線平面の外周と内周に柱を均等に配置するラーメン構造である。中心部は銅線と設備の空間で外壁一面のガラス窓を通じて背後から再構する。最上階を坑道や体育館としたものもある。各室は線形に仕切られ、円の中心側に黒板を設置した。 国の登録有形文化財に指定されている朝日、小学校園系校舎1947年に教育基本法と学校教育法が施行されて中学校が新設されるが、戦火で理災した教育機関の過半数は1950年代でも校舎が完全に復旧されず、制度的前進がない中学校は施設が不足し、各地で木造校舎が急増されたが作りが粗雑で、 台風の度に破損するなど教育に支障を及ぼした。文部省は教育施設部を新設して建築学会に学校建築の標準化を依頼した。1950年に建築学会は3メートル幅廊下の南面に縦9横7メートルの教室を配置する鉄筋コンクリート作り校舎の建築工事をまとめ東京都建築局が建築モデル校に指定した。 新宿区立西戸山小学校などの設計に採用された。体制建設の設計技師だった坂本奏は1947年頃に上司の代理として文部省の委員会に出席し、後に臨時委員として標準設計策定作業の正規メンバーとなり、基本設計や 断面詳細などの設計に関わる。西戸山小学校の実施設計で、廊下川間仕切りを委員が試案を持ち寄り検討する際に、坂本は二棟の西援校舎を区形平面の雨天体操場で連接する設計を提案するが採用されなかった。1952年に、私立近所高等学校の校舎設計に際して、坂本は西戸山小学校と同様の 円形校舎連接案を提案して、円形校舎一棟のみが採用され、坂本自身は1954年のシリーズ、山崎学園富士見中学、高等学校を実質的な第一作としている。坂本は1954年に独立して、建築総合計画研究所を設立し、1954年に、2、1955年に、校舎10ほか4、 1956年に校舎11ほか2、1957年に校舎15ほか13、1958年に校舎15ほか3と多数の円形建築を設計して、公立学校に多く採用された実績を1959年に作品集円形建築でまとめた。坂本自身は自ら手がけた。 円形校舎は1959年の半ばで100以上と記している。線形は多数の机を並べる用途には適さず、増改築が困難でベビーブームによる生徒数の増加に適合しにくいなど教室としてはデメリットが多く、1960年代後半になると新築されなくなった。以降は少子化や老朽化で解体され、2010年代前半には、 約30棟が残存するのみとなった。宮城県蔵王高等学校や宮城県仙台山、桜高等学校のように、特別教室や講堂など一部を円形とする。設計は1960年代以降も建設されている。昭和時代に建てられた主な円形建築物を坂本が設計したもの以外も含み書きする。ありがとうございます。